どうも、桜井トロです。ブラッドボーン続きをプレイしていくぞ。レッツゴー。さあ、前回まではめんどくさいエリアを結構進んできました。で、なんかボス戦っぽくない？急だね。私回復アイテム10個しかないよ。どうしようか。行く？行っちゃう？あんまり行きたくないし、彼がいる。お！びっくりした。やる気満々やないか。行っちゃうか。なんかないもんね。ああ、ここ落ちたら絶対死んじゃう。行っちゃいますか。あの子たちの相手あんましたくないもんな。あそこになんかある。毒になる前に。ああ、止血だった。ああ、なんか助けになるようなものはない。こっち側なんかあったりする？あ、あるね。まあ、とりあえずじゃあ挑んでみよっか。ワンチャン勝てるかもしれないしね。あは、よし、じゃあ行こうか。ボス戦かもしれないところ。よいしょ。じゃあボス戦っていうのを踏まえて、雷にしとくかな。毒にはならんだろうと鷹をくくってみよう。雷光、よっしゃ、行くか。怖いな。あ、ボスっぽい。ボスっぽいね。あ、無駄にしちゃったね。お、来たー。なんか絶対やばいやばいやばい。さて、どこを攻撃できんだ。頭、全然食らわねえな。いってえな。まいった。ダメダメ。前に入る。お、致命の一撃入ったんじゃない。よっしゃ、脳みそをボカーン。いいね。おおお、ナイスの、ナイスの。やばそう。ここだろ。違った。よいしょ。いたたたたた。やばい。これは毒かなんかだ。危なかった。怖いね。ここまで来て負けたくはないんだ。
自分の腕取ったの、あなた。むちゃくちゃすんね。潜り込む。じゃない、なんかダメなのは分かってる。やばい。いいとこまで行ったのにな。あ、俺アメンドーズさんと戦ってたんだ。はあ、今日なんかいけそうだったな。その頭に当てるやつ、彼が頭を下げたタイミングでうまいこと入れば良さそうだったよね。はい、じゃあもう一回チャレンジいくか。ポイントもあるしね。あ、ごめんよ、君でうさばらしってわけじゃないんだ。まあ半分そうなんだけどさ。あそこどうやって行くんだろう。上からか。いやなかなか強かったな、アメンドーズさん。アメンドーズさんってあれでしょ、でっかいね、満月を見た後に出てきたあの虫みたいなやつだよね。さあさあ、こっちへ行きましょう。あそこどうやって行くんだろう。あそこのアイテム欲しいな。いまいち道が分かってません。ここ落とされたらいけんのかな、ちょっと分かんないからやめとこうか。さっきのルートで行きます。あよっこらよ。ふむふむ、これも一応道っちゃ道か。ちょっと降りてみようか。あ、行った。ちょっと痛かったな。よいしょ。血石のかけらゲット。またいっぱいいるんでやんの、嫌になっちゃうな。ここまた遠くになるしね。またアイテム見つけちゃったね。こっち側行ってみようか。さて、この上には何がいるか。あー、いた。よし、まずはオッケー。毒は食らってます。しばらく毒のところが続きそうだから、どこだこれ。よっしゃ、行くか。あー、詰まってきちゃって。まあ、はいはい、君たちの相手は死ねられないの。ふう、いけばいいのかいまいちわかんねえんだよな。アイテムはとりあえず手に入れよう。ダメだって教えたでしょ。うわ、よし。で、あー、発狂ね。オッケー、発狂は鎮静剤で抑える。
あいつ歌ってたぞ。ね、怖いわ。あ、このままスーッといけそうだね。あのわざわざ発狂するやつの近く行かなくても。よし、回復アイテムは十分にある。挑もうじゃないか。ねえ、どこかに兄弟の目印はないか。なさそうだ。行こう。待ち受けてるね、アメンドーズさん。って真正面から行っちゃった。ならではだな。よし、いけた。頭を下げろ。 OK。 ここで一回下げない。下げないか。そうは問屋がおろさんかね。攻撃やった後落ちるな、絶対頭が。だから、おお、取ったね。よいしょ、無茶はしない。したくない。もう何がなぜか分からない。怪獣大決戦みたいになって、もうが下がる。やばい。ここかな。避けたい。って回復。おりゃ。もう一発。倒した。いや。ああ、メンドーズさん倒せたな。私の血はどこ？なんかここら辺に落ちてそうだよね。あったー。はい。戻ってきました。ふぅ、アメンドーズさん撃破。明かりをつけようね。夢に戻ろうか。なんとか3連続死は免れた。よし。
帰りなさい。ただいま。わかりますか。お、一個レベル上げられるか。筋力にするか、はたまた。スタミナ上げとこ。よし、じゃあ時間もちょうどいいので、ここで一旦区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。アメンローズさん撃破。さあ、次回何が待ち受けているやら。ではでは。